アストロキングスをプレイしています。25銀河の猫大好きラブキャットです。このゲームはですね、宇宙を舞台にした本格 SF 戦略シミュレーションゲームです。宇宙や SF に興味がなくてもですね、非常に頭を使いまくるゲームですので、ぜひ皆さん、 え、ご参加お待ちしております。はい。私25銀河にいますが、初心者の方にはかなりおすすめできない銀河ではあります。ただ、ゲームなんてど根性という方いらっしゃいましたら、私25銀河でお待ちしております。結構厳しいと思います。はい。 で、今回の動画も、えー、YouTube だけです。なので、先に右下の猫マークを押していただいて、チャンネル登録、まだの方押してください。で、高評価ボタンも先押しておいてください。はい。今回の動画はですね、新しく実装されました、時間ってなんだ長官時間ですね。はい。これの設定の仕方、注意事項をお伝えしていこうと思います。はい。今、ただいま貿易センター出てますね。ミネルヴァさんとオフィリアさん。はい。これね、まず、 えー、ここで,ですね、情報で、これね、今、ミネルヴァさん、手前側が、えー、下側が長官です。上側が、時、え、間、ー、になります。で、ミネルヴァさんを長官にしている場合は、この25,134。このね、ミネルヴァさんの、これですね、えー、消費の最大保存量がちゃんと加味されています。はい。で、そして、 で、オフィーリアさんは一番後ろ、まあ、これ、ここですね。わかりやすいのはこれ、連射なんて変わったかどうか。まあ、後で見方はあるんですけど、ちょっと今出せない画面になっちゃったので、これはすぐにチェックできます。保有量もね。はい。 で、ここでちょっとチェックしていきたいと思うんですけど、はい。まずですね、ここでチェックするのが、一番分かりやすいのがもう、えっ、ー、と、出身規模です。今、9万2101ですね。はい。9万2101覚えておいてください。はい。で、ここでですね、これ逆にします。はい。長官オフィリアさん。はい。で、えっ、ー、と、時間にミネルバさんを入れます。はい。そしたら、えー、ここ見てください。はい。ミネルバさんの長官任命効果がなくなりました。 はい。しかも、ですね。はい。見てください。9220。はい。減りました。減ります。どういうことか。えー、とですね。あのー、超、攻撃型の長官の,にあのスキルを、えー、時間にしちゃった内政型が食っちゃうっていうことです。はい。食っちゃうんです。 はい。内政優先になります。はい。なので、えー、基本的には内政系のスキルを長官にし、時間には攻撃型を入れるっていう形になります。はい。そしたらここも一緒です。えーと、アンナさんが長官で、えー、キャゼヌルさんが時間。はい。えー、イーサンさんが長官で、ランダさんが時間。はい。で、フレデリカさんが長官で、ナイジンゲールさんが時間。 はい、えー。ヒルデガルドさんが長官で、アン,アンネローさんが時間。これも、あの、さ逆にして、えー、出船規模で見ると非常にわかりやすいので、これ試してください。で、一つ注意しないといけないのが、このおじさんです。ローサーダルトさん。はい。これね、えー、説明文が変わりました。こんなの書いてませんでした。昨日まで。はい。時間に任命時、えー、艦隊航軍速度55%アップ。これね、 ややこしくないですかえ、時間に任命しないといけないのさあ、はい。そうしたらですね、ケニーさんね、ね、えー、スペースドックの長官です。で、ケニーさんは、わかりやすいので言いますとね、出船規模が27%です。はい。で、ここに、時間に、ミネ、あの、ロサダルトさんを入れます。はい。ってなると、ロサダルトさんの、えー、艦隊出船規模が16.6%です。減りますね。はい。ガン。 88,188。ガッツンと減ります。どういうことか。時間の、えー、長官と時間が両方とも、えー、攻撃型のスキルの場合、時間が長官の分を食ってしまいます。なので、これをね、時間にロスアダルトさんな、ケニーさんの時間にロスアダルトさんなんて入れてしまうと、このね、ケニーさんの出演希望の27%から、えー、ここのね、 えー、16.6%に落とされます。はい。しかも、ロスアダルトさん自分違うとこ入れてたんで、その分もダウンします。ね。さらに16.6%落ちるんで、あの、8%, 万8とかわけのわからないぐらい、ドーンと押してしまうわけなんですね。これね。えげつないですね。はい。さあ、そうしましたら、これね。ロスアダルトさんを、ね、長官にしてみましょう。ね。はい。で、ケニーさんを次官にしてみましょう。はい。ね。 でやりますとここでねはい規模戻りました規模戻りましたがロスアダルトさんね、えー、違う、えー、ケニーさんで最大保有量15%ですねはいね、えー、この最大保有量を見てみましょう ね。ここで防衛設定で、8万9千、あ89万15555。はい。これを、ケニーさんを外します。キャンセル。はい。えー、8万9千155。これ見してあかんのよ。8万減りましたね。はい。減りました。ということは、こうすることで、えっ、ー、とですね。出船規模が残り、保有量も残ります。はい。おかしくないですか時間に任命って書いてますのにね。はい。おかしいですよね。 そうなんです。これ、おかしいんです。はい。で、おすすめの au って、ここ2人しかいないんです。でも、こうしてしまうとね、え、これどうなってるのと。はい。でも、えー、スペースドックに積む場合は、こうしないと終戦規模が落ちます。で、収容量も落ちてしまいます。はい。さあ、そしたら、えー、っとですね、ここでですね、今ね、 えー、これ9万2 0ですよね。ということは効果は効いてるっていうことです。で、ロサーダルさんから、えー、ケニーさんにします。ね。はい。で、ロサーダルさんを外しました。それでも9万2 0んー。と思いません。ね。で、ここの出世、えー、も89000。ん一緒。ね。えー、そしたら、あの、攻軍速度はどうなってるのと。 はい。あれ、時間って書いてますよね。アカデミー自分ね、英雄がいないんですよ。これね。まだここね、おすすめ英雄これ、3人とも持って、召喚してません。はい。なんですね。なので、ここでね、ロスアダルトを入れます。はい。 なぜか。自分の場合はね、ここにあの S 級のレベル65の内政がもういないんで、マイレージを獲得したいんで、この人入れてるんですよね。さあ、そうしたらこの人入れると話が違うじゃないかと。この人は時間に任命した時じゃないと、行軍がつかないんじゃないんか。これね。 えーっとね、今回画面出せません。なぜか、実装さえてね、左上の肖像画画面ポンと押すと、個人番号出るんで、この画面出せなくなりました。なので出しませんが、あの画面から国力数値のね、横の定能、詳細ボタン押してもらって、抗軍速度をチェックしましたところ、ロサーダルさんを単発で長官にしても、この55%ついてます。はい。ついております。はい。ただ、 えー、なのでですね、まあ、ケニースあの他に家ゆうがいない場合は、えー、自分の場合ね、アカデミーにいないんで、この人を乗せてますが。 ケニーさんとロスアダルトさんの時は、ロスアダルトさんがね、時間に任命とかわけのわからないこと書いてますけど、ここはものすごく注意されて、左上のマークを押して、あの、自分の、えー、惑星情報で国力数値の横のボタンを押して、えー、と、ちゃんと適用されてるか、それともキ,キ,キックされてしまってるか、そこの確認を必ずするようにされてください。で、す、え、べ、ー、ての理由が確認できたわけじゃないですけど、確認でき たところはこういうふうにね2つ入れるようにして全てちゃんとチェックしておりますこの下なんでね興軍速度これねないとダメなんでねはいここもちゃんと入っております全部数値確認しましたなのでえーどよ,よくわからないじゃなくてですね左上の詳像画面を押して惑星ページに行って惑星詳細ページで あの、国力数値の横の詳細ボタンを押してる全部出てますんで、そこでちゃんと数値を確認しながら乗ってるのか、スキルの数値が乗ってるのか、それともキックされてしまっているのか、えーとですね、間違わないように確認しながらやっていきましょう。いろんなね、わけのわからない噂が出たんです。二つ同じのをやるとね、さらにのあの、上がるとか、そんなことございません。 はいもう誰が言い出してんっていう話ですよね。訳のわからない情報が回ってますので、皆さん、ご注意ください。今回ねちょっっと短かったですが えっとですね、以上にが、えー、長官と時間の、えー、っと、新しい新システムになります。はい、右下のネコマークを押していただいて、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。インスタ、ツイッター、X、フォローお願いします。毎えー、日本時間毎週金曜日、PM11 時から、ツイッチでライブ配信してますので、ぜひ、フォローしてご参加ください。そして、ディスコード、個人ディスコード ID を概要欄に出してますので、フレンド申請お待ちしております。はい、皆さん、楽しい、す ライフをご視聴ありがとうございました。